皆さん、これがですね、肉の庄次郎の馬のスペアリブ、ガンパラというそうです。じゃあ、食べていますかね。甘い。なんかね、豆腐の食べ物といえば辛いイメージあるんですよ。これ甘いですね。もう砂糖、もう甘辛くじゃないですね。ひたすら甘いですね。醤油でなんか砂糖大量に入ってるっていう感じで。ちょっとね、意外な味付けで。でとてもね、柔らかくてすぐ骨から外れます。それでね、何も臭くなくてね、美味しいんですよ。なんかね、ほんと辛味が全くない。なんか香辛料とかも入ってないですね。ほんと、砂糖と醤油という感じで。なんかね、ホルモンなんかだと、こう、匂い消しでね、いろいろ入ってたりするんですよ。これはもう、シンプルな味付けで、それでも美味しいと。コラーゲンたっぷりですね。いや、会津でね、食べ物なんて特にね、イメージなかったんですよ。こういうものがあるんですね。ということで、皆さんもぜひね、会津に行ったら、この、肉の庄次郎のこの、スペアリブ、ガンパラを買っていただければいいのではないかと思います。お土産にもおすすめです。